ミスってしまったので、もう一回やりたいと思います。参ったね。日向に詰め、あとなんか9月のロイかショーマのイベントがなんか大事みたいなこと書いてあったんですよね。そうなの。あと移動教室の時はなるべく男がいるところに行かないとって感じですかね。同じ名前で、くそ、次こそは。行くぜ。あ、だな。なんだっけ、これでこうだったっけ、連続これにしたような気がする。 OK、 こんなんだっけ。口開けてたっけ。まあいいや、よし。あ、かわいい、こんにちは。はい、あ、そっか、これ見たからいっか。うっす、ありがとうございます。うん、燃える赤ジャージ。あー、なるほど、この辺飛ばしちゃっていいかな。デルガド、罰の突発イベント、同性同士だと突発イベント2以降が出ないっていう。行くぜ、自分が眩しいぜ。デススパイラルに巻き込まれました。そうか、9月のね、なんかロイラかね、あれなんだっけ、ショーマのイベントが大事らしい。よーい、始め。はい、これだけか、これだけか、これだけか、やるな、いいぞ、このタイミングだ、これだけか、やるな、いいぞ、やるな。うむ、そこまで。その間わずか2秒。いくぜ、自分が眩しいぜ。よーい、始め。超 OK、 やるな、いいぞ、これだけか、このタイミングだ、いいぞ、このタイミングだ、このタイミングだ、やるな、このタイミングだ、このタイミングだ、ここまで。いくぜ、自分が眩しいぜ。よーい、始め。はい、いいぞ、このタイミングだ、これだけか、やるな。EV っていうパンチというか思いっきりヘッドバットなんだよ。このタイミングだ、そこまで。はい、まだまだ、いくぜ、で蹴りか。眩しいぜ。よーい、最後の試験難しかったよな、投げ外しとか。やるな、そのタイミングだ、これだけか、いいぞ、大天起き上がりとかな、俺知らなかったわ、やったことなかった。そのタイミングだ、これだけか、そのタイミングだ、いいぞ、まだまだ、そこまで、ぐるぐるパンチ。やっぱそうなんだ。行くぜ、自分が眩しいぜ。ふい、よーい、始め。そのタイミングだ、そのタイミングだ、いいぞ、
とこのタイミングだ。これだけか。いいぞ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 。これだけか。まだまだ。そこまで。ぐるぐる。あ、脱帽するぜ。うん。よし。入学式。遅刻だー。都心ぐぬぬ。あ、あ、おお。くそ、このままでは仲良くなってしまう。冷たくしないって俺結構そういうの苦手なんだけどな。京介。何をしているんだ。風紀委員。これはあの洗脳とかの事件がなかった世界線なんですね。先生。なんだかんだで一文字は。なんかの攻略本に十文字罰って書いてる。気持ちはわからんでもないけど。ひでよ。あ、そうだ、このね、ゲームね、ガンとボーマンと、誰だったっけな、ハヤトはなんかどうせ攻略できないらしいです。書いてあった。なんかデートに誘えないらしい。あ、そうなんだ。明るく知性を光らせる。あ、ちょっと待って、これ上がっちゃうんじゃない。日向むむむむ。あ、しまった。これいきなりミスったのか、俺は。待って待って。入学式だぜ。うん。始まり。五輪、学園祭、正月、バレンタイン。むむむむ。さすがにこれはいいんじゃ、いいよな。ダメなのかな、これ。くっ、女子と仲良くなってしまう。女子と仲良くできない。わいわいガヤガヤ。タイピー戦になってる。あ、入学式。うん。
バツと抜け出し、二人で、京介と三人で。挨拶のあれはなんか書いてねえな。うん。書いてないな。あ、赤くだと日向の姿勢を光らせると京介の好感度がそれぞれ上がる。これ一応じゃああれだな、クソ、もう一回隼人先生のあれやんないといけないな。日向がそうだ、上がる。もうじゃあ姿勢的にそういうキャラじゃねえんだけどな。もう一回スタートボタンを押さないといけなくなってしまう。もう徹底的に行くしかないよな。結構難しいらしいっすね、やっぱ。どうせ、信山にするとこだっけ。信山。ノブでもいいや。まあまあまあ。1月23日と。そうだよな、誕生日イベントなかったもんな。これで、難しい。前のやつ見て OK だろ。いきなりもうあれなんだな、罠が張り巡らせていたんだな。いくぜ、自分が眩しいぜ。よーい、始め。はい、いいぞ。これ押さないでやってもいいんだけど、まあどのタイミングだ。まあでもどれだけか、どのタイミングだ、どのタイミングだ。 できるからな。やるぞ。いいぞ。どれだけか、どのタイミングだ。そこまで。恐ろしいの。いくぜ、自分が眩しいぜ。よーい、始め。いいぞ。どのタイミングだ。どれだけか。後ろでもあれはファミツーのあの顔はなんかあのクロスデビューみたいなあれで見たことあるような気がする。しゃがめる気はないんだよなこのゲーム。そこまで。あら、画廊伝説とかか。いくぜ、自分が眩しいぜ。よーい、始め。やるな。頭突き。いいぞ。やるな。やるな。いいぞ。どのタイミングだ。やるな。そこまで。ぐる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 パンチ。いくぜ、自分が眩しいぜ。これ山崎匠だと思ってたけど、なんか矢尾和樹感もあるよな。よーい、始め。これだけか。やるな。やるな。どのタイミングだ。やるな。いいぞ。これだけか。やるな。どのタイミングだ。やるな。ぐるぐるパンチ。ここまで。パンチ。いや、矢岡月かこれは。いくぜ、自分が眩しいぜ。ちょっと山崎匠だと思う。いや、あのゲームにいる声優さん。あーでもそっか、高木渡るだったしな、2は。よーい、始め。はっ。いいぞ。いいぞ。これだけか。いいぞ。むしろ全然山崎匠感がないな、こうやって普通に。やるな。ローが結構長いんだよな。いいぞ。
ングだ。やるな。ぐる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 。ここまで。パーン。まだまだ。うむ。知的に行くぞ、知的に。ひなたの好感度をあんま上げないようにここまでやらんといかんのか。たたたたた。女子と仲良くなってはいけない。どんな高校生活。ドゥル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 。遭遇した場合は冷たくあしらうと。なぜそこまでしなくていいか。光らせてみる。光らせるぜ。おお、何でも聞いてくれ。こんなやついる？はい、わいわい、ガヤガヤ。それじゃあ9月のデータは残しとくか。よろしく。女子ダークソかわいいなどうすりゃいいんだよ俺は。でも切り捨てないと同性エンドは見れない。2はね、そんなことなかったんですけどね。あ、部活も一緒にしますか。じゃあこの辺じゃ飛ばしちゃっていいかな。なっちゃんは可愛い。バリボー、バリボー行きますか。じゃあお任せ。あ、ちょっと待って、これは夏の好感度上がっちゃうんじゃない。ちょっと待って、待って待って、試験の仕組み、クラブ参加、バレー部だと夏の好感度がそれぞれ、え、他の学校ではどの、え、ちょっと待って、あ、どの学校を選んでも帰宅部を含むクラブ活動に参加することになる。五輪高校の場合は選んだ野球部だとショウマ、サッカー部だとロベルト、バレー部だとナッツの有効度がそれぞれ1上がる。他の学校ではどのクラブを選んでも影響なし。影響なしって書いてある、いいのかな。じゃあ、まあ、自信ないっつってもこれから一緒に頑張ろうねって言われそうだけどね。じゃあショーマーとか行きたいって、まあショーマー、そうか、いきなり突発イベント。これ日向だったらあれですよ、日向だったらもう冷たくあしらわれ。信行のデータ、そっか、今朝、エディットのデータどうしよっかな。ダブル信行、はいはい。あー、これはあれか、確定か。デルガド小さいんだ、仕方あるまい、ボロクソやがはい、へい、そこのジャパニーズ、これどうすりゃいいんだろうな。これへい、そこのジャパニーズ、突発イベント、ああ郊外での出会いか。パシフィックハイスクール以外の学校でのイベント、教会を探している3人に会う、高圧的なロイの態度、ムッとするも案内する。
特に何も書いてねえな。ルルルルル。あ、何もないね。とりあえず顔を知っとけっていう。4月13日。喧嘩みたいだ。ああ。下道高校か。うん。特にあれはないんだな。アキラ総番長、とりあえず顔なじみになりましたよと。でん、ほんの少し少し下がった。うん、ぜひ落馬を上げてはいけないと分かりましたんで。誕生日はもう1月23日固定でいいのかな。ふぅ、さてと、4月ですよ、4月。いやー、これ結構綿密にチェックしないといかんようだな。うん、教室、バツ、日向、京介の3人自主トレ。うわ、マジか。どうすりゃいいんだろうな、これ。3人上がるんだけど選択肢なし。これでもやっていいのかな。うん、どうしようかな。まあ、いっか。やってみるか。難しいっすね。うい。一緒に帰ろう。ということは、上がった日向をどっかで下げないといけないわけか。ハーブティー、洒落てるぜ。トレーニング、なぜか日向と仲良くなってしまった。あんなにバツバツしてたのに。女子にこびないスタイルでいかないと。攻略法はね、そう、同性攻略で調べたらね、あのエッチの攻略だけ見っかったんですよね。あれをちょっと参考にしようかなって。うん、首相をよく倒してる。首相狩りをしてるのかな。潜在。5月。でん。防御下がった。キックと防御な、下がるんだよな。緑になーしないといけないのかな。ダッシュはね、そう、スピード上げますか。あんまりなんか同じのずっとやってると良くないみたいですね。そういえば3回ぐらいやっとなんか疲れちゃうらしい。5月15日、
どうしたどうした1ヶ月おきぐらいのセーブ作るか。うん、今度こそは同棲エンド。はいはい、あ、罰じゃないか。カツアゲ、かませですな。さすがだぜ。大嫌いだ。当然よ。魅力。いいね。バツ。キックが下がった。5月の罰は、5月の罰ってなんかあれだけど、ちゃんと調べとかないとな。教室ですね。あ、隼人先生と一緒にいるやつか。あ、なんかあったな。気合を貯めてってやつだっけ。いや待って、こっちにやってその上になって、6月になったらまた打ちそう。なんか挟むもんねえかな。攻略本、攻略本でもさ、教室うい、うん、特訓受ける。木の溜め方ね。気が足りねえ。はい、それ。溜まってきたぜ。だ、やったぜ。ってことはあれか、最低でもクリスマス付近まで行かないと罰の突発には見れないってことか。日向とのイベントはスルーと、スルーというか、女とか知らんからみたいな。行くぜ。放課後あれだね、桜来ないのちょっと寂しいね。うん、そっか、熱血青春日記桜出てこないんですね。2で楽しみますか。うん、あー、かわいい。つなぎのあきら整備してたんやろな、きっと。いくぜ。自分が眩しいぜ。よーい。あ、ステップね。これだ、来た。そのタイミングだ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、やるな。いい
タイミングだ。やるな。まだまだ。ぐる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 。ここまで。相変わらずか。行くぜ。自分が眩しいぜ。まあ、変わんねえかな。キックボタン同時。あ、奥移動か。よーい、始め。やるな。これだけか。やるな。いいぞ。いいぞ。やるな。やるな。いいぞ。そのタイミングだ。やるな。ぐる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 。ここまで。パイ。アングルが変わる3回以上。いくぜ。自分が眩しいぜ。はい。よーい、始め。はい。これだけか。はい、ジャンプ。やるな。そのタイミングだ。これだけか。やるな。はい、じゃあ2連続。やるな。これだけか。危なっ。やるな。やるな。普通のジャンプもあったんです。そこまで。フェアバースが、これガンの蹴りだよな。いくぜ。自分が眩しいぜ。投げろ。よーい、始め。はい。これだけか。はい。そのタイミングだ。これだけか。これだけか。はい。いいぞ。これだけか。やるな。やるな。いいぞ。そこまで。行くぜ。自分が眩しいぜ。はい。よーい、始め。はい。やべ、やなかった。いいぞ。そのタイミングだ。え、あ、そっか。いいぞ。いいぞ。左右が逆になったからちょっとあれ考えちゃった。そのタイミングだ。これだけか。そこまで。完全じゃないと S になんないんだろうな。100点じゃないと。はい、一番悪いとはいえ十分だ。ありがとうございます。これで怒られるんだな。怒られてはいないか。6月あーあ、日向を下げるやつがある。日向が喧嘩を止めようとしたらしいが日向を信じない。よし、じゃあこれでいこう。日向を信じない。でででで、うん、うん、ランニングする？ランニングすりゃあ。タイピー戦。ホームラン競争。よし、ホームラン競争。あ、なんかサービスエース簡単だったんだよな。あれ、いちごでいいらしいかな。いちごでいいなら全然、ホームラン競争より楽だよな。行くぜ。最終日。これでロイたちのとこ行ったら、あ、タイピー戦でもどうなんだろうな。日向が、うん、バツたちを選んだ時のみ隼人が現れる。分かったと答えると隼人との有効度1、1下がる代わりにパラメーターが上昇する。へえ、
IP 戦どうなんだろうな、勝った場合負けた場合とか特に何も書いてねえんだよな。ああ、ミニゲームを担当するキャラクターとの有効度が変化する。へえ、え、ミニゲームを担当するキャラクターとの有効度が変化するって書いてある。ってことは、え、夏とのあれが、じゃあダメじゃん。もう徹底的に行くかな、俺その辺。逆に女の子の時は、サービスエースしか、わかりませんね。パラメーターが上がるらしい。俺が言ってる、あ、そうなるんだ。これなんかステータス上がるらしいですね。せやで。ドウェルトはダメだから、もうホームラン競争出るしかねえな。夏と有効度が上がっちゃう。俺もそこまで徹底するぞ、俺は。頑張ります。まあでも660なんで言うて結構難しいんだよな。ただあの2みたいに遅玉と早玉がまだないから、それを考えれば、行こうか。最高記録、あれゼロになってる。そっか、前のデータのあれじゃないからか。用意スタート。すごい、行ってみやる。かっけー。ダメだね、スマッチって。ゼロスリーバイオハザード2。あ、時期ですね。行ってみやる。かっけー。いいべこれ。ホームラン。左は、あ、セカンドインパクトか。懐かしいね。行ってみやる。かっけー。コンパチだったヤンが、ヒューゴーとか追加だっけ、ユリアンとか。行ってみやる。かっけー。ホームラン。サンジちょっと足んねえな。行ってみやる。かっけー。お、いいんじゃない。ホームラン。あ、なんかそんなもんか。行ってみやる。かっけー。夏とあげてもいいのかな。あげたいけどね、なんなら夏。女の子と仲良くなっちゃいかん。行ってみやる。あと11か、ちょっと厳しいかな。行ってみやる。どうよ。オッケーオッケーオッケー、ぴったり。140ぐらいまでしかいかないんじゃないかな、これ。あ、いかん。次やらすか。行ってみやる。これいい感じじゃない。あ、そうでもなかった。やったー、これで OK じゃ。難しいなー、同性愛ルートに行くの。あなたはさっきの、なんかちょっと心苦しいけどね。うん、そこまでしないとっていうか、なんかだったら異性でキャラ作るっていう話なんですけど、俺はあえて、やはり同性じゃないとダメでしょ。俺に近づくなー。あ、出てんのよ。苦しいよ。クソ、かわいい、これのんけになっちまう。やったー、ギリギリでしたね。ギリギリ660。やっぱサービスエースやりてえよ。日向はな、下げないといけないかんな。心苦しいなー。さらば信行、そしてまた信行になる。
すべてがノブになる。日向っぽい。走ろう。あ、京介か。俺とお前の仲じゃないか。これでハゲ面がもらえる。うん、ハゲ面だよ。わかるだろ、ハゲ面だよ。どういう状況、どんなシチュエーションだよ。これでも絶対もう遅刻できない。それはちょっと見てみたい。防御力上がる。ハゲ面で防御力上がるのおもろすぎるだろ。防御がね下がるんですよね。アクス日向が上がってる。下げろ下げろ。異性に冷たい選択肢。面白すぎるだろそれ。異性に冷たい。まあしゃあない。体育館か。行きましょうか。じゃあ、うん、体育館。信行です。いじめやカツアゲ。全力。さすが京介。別首相狩り。うん、どうだろう。そんなこと言うんだ、いいよ。これで好感度が下がったらしい。なるほどなるほど。はい、どうしよっか。パワー上げてんだよな。スタミナ。パワーって何で上がるんだ。よし、ええぞ。ええぞ。ああいう風になるんですね。まあ、心苦しいがしょうがない。罰と添い遂げるためだからな。7月ですよ。パワーを上げたいんですけども、攻撃力か。パワーってことは、じゃあ行けー。やったー。なんとなく。でで、
とりあえず9月のイベントのとこはちょっと残しとかないとな。一応なんかそこが鍵っていう話よ。よし、一応なんか他のキャラでイベントかぶっててもなんかそこはなんかやっとかないとダメみたいなのが書いてあった。いくぜ、自分が眩しいぜ。まあ、他のとこで好感度上げとけば大丈夫かな。よーい、始め、受け身か。はい、そのタイミングだ。これだけか。やるの。このタイミングだ。やるの。そこまで。ぐる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 。行くぜ。自分が眩しいぜ。受け身は取るな。よーい、始め。はい。はい。そのタイミングだ。これな、ニュートラガードがあるかんな。ちゃんと前を押さないといけないんだよ。タイミングだ。いいぞ。放天オッケー。俺昨日までこれ知らなかったからね。やるの。そのタイミングだ。放天。下を入れる。やるの。鉄拳みたいにあの、やるの、左パンチ入れればいいのかなって思っちゃった。いいぞ。他者だから。ここまで。エアバーストまたないか。行くぜ。自分が眩しいぜ。はいはい。ツープラトン。割り込めか。よーい、始め。はい。早かった。絶妙にさ、寸前じゃないとダメか。やばいな、だいぶミスったな。行くぜ、自分が眩しいぜ。ああ、よーい、始め。はい、そのタイミングだ。バーイ、これだけは。そのタイミングだ。やるぞ、やるの。これだけか。やるの。これだけか。やるの。やるの。ぐる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 。ここまで。うん。行くぜ。自分が眩しいぜ。よーい、始め。ツープラトン割り込みな。はい。いいの。クルージー、やるの。そのタイミングだ。やるの。頭突き、あれ繋がってねえんだろうな。そのタイミングだ。あ、終わり。え、やるの。そのタイミングだ。ヘイヘイ、そのタイミングだ。終わんないんだ。そこまで。よし、これは、あ、 B B なんですね。なっちゃいないぜ。 C、 くそ。しゃあない。ありがとうございます。くそ、 A 取りたかったっすね。攻撃がまだグルービーしかないかんな。まあ、PPK で行くしかないか。行くぜ。自分が眩しいぞ。最終戦、始め。
なんかピーピー。これでやるしかない。マジかよ。黒感ありがたいな。マジか、届かね。オッケーオッケー、これきついな。スキー結構でかい。あーきつい。あーあーやばい。いや、よし。くっそ、こんなとこで負けちゃう。2プラトンもダメだったしな。くっそ。黒缶、長飛の黒缶食らったのが痛かったな。いや、てか、弱すぎんだよな、この時な。くぅ、前は一発でいけたんだけどな。出た、燃える赤ジャージの熱血隼人ってね。うん、熱血大戦に行くぜ。自分が眩しいぜ。よーい、始め。それに乗ってるのか。はい、うわぁ、これだけか。うわぁ、やるの。うわぁ、これだけか。うわぁ、いいぞ。スープラトン抜けがちょっとめんどくせえ。そのタイミングだ。そこまで。行くぜ。自分が眩しいぜ。PPK が最大だからな。始め。PPK 最大ってどういうことだ。そのタイミングだ。これだけか。ういっ。これだけか。そのタイミングだ。ぐるぐる。そのタイミングだ。うわうわ、やるの。うわうわ、いいぞ。うわ、持ってん。やるの。うわうわ、これだけか。うわうわ、やるの。そこまで。行くぜ。自分が眩しいぜ。よーい、これな。始め。はい。なんで？タイミングが早いのか。B ぐらいになったらこれみたいな。そこまで。さっきよりはマシだろ。難しいな。じゃあ最速で打っちゃダメか。自分が眩しいぜ。よーい、始め。はい、これだけか。これだけか。いいぞ、やるぞ。これだけか。そのタイミングだ。いいぞ、いいぞ。そのタイミングだ。いいぞ。ぐる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 、バイ。ここまで。うい。行くぜ。スープラトン来てほしくねえな。よーい、始め。はい。はい。やるの。うわあ。オッケーオッケー。行くぜ。よっしゃ。もう来てほしくねえなあれ。これだけか。うわあ。これだけか。うい。そのタイミングだ。うわぁ、うわぁ、いいぞ。うわぁ、来よう。これ嫌いよ。うわぁ、これだけか。うわぁ、いいぞ。危ない。いいぞ。バーン。ぐる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 、そこまで。ふぅ、よかった。
いぞあれあれはちょっとタイミングが技にもよるしな、まあ、やりやすいように巻き OK なんだろうけど、タイミングを一回覚えちゃえばな。自分が眩しいぜ。行くぜ。自分が眩しいぜ。最終戦始め。黒缶食らわないように。こういうの逃がさないよ。ふい。結構好きやんな。うわマジか、そっか。これだけで戦わないといけないかな。同じぐらい。さっき食らっちゃったからな。お、危ない。よしよしよし、あと3回ぐらい。あー、それなんだよな、それそれがきつい。マジか、まだか。危ねえ。勝利。くね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 。なんだこれは。なんとかなりました。ありがとうございます。はい、ステータス。トゥ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 。ひなた、ひなたは頑張って青までいかないから、青までいかせられれば。切ねえな。いつかちゃんとやろう、いつか。信行、7月は何かありますかね、イベント。ああ、京介もあるのか。うん、京介行ってみますか。あ、かすみ草のやつか。途中まではでもあれか、京介とバツ一緒だから、まあいいや、まあ最初からやった方がいいのかな。臨海まではあれか。あれ、どこいるんだ京介。教室か。信行です。うん、臨海の前までのデータ1個作っとくか。じゃ、うん、かすみ草、さくら、さくらは大好きですけど、うむ、推薦、よう知ってるね。
男で花言葉知ってるってなかなか珍しいやん、ね。日向の突発なのか一体誰だ。京介、京介とバツはもう見たからな。日向の可能性はあるな。誰ですかね。あ、やっぱそうか。これで嫌われる選択肢な、日向に。うん、変かな変かな、にしようじゃ。同棲エンドに行くには大変だな。うん、自由度が本当に増したんだなって思いますね、2だ。こんな可愛い子に、エグ、こんな可愛い子に、ちょっと変かな。普通の女の子はしないよ。うぜ、ごめん、ほんとごめん、めっちゃ好きなんだけど、ほんとは。その後によう、こう、話せるよね。演舞曲。うん、これすごいよな、すごいこと言ってるよな。理屈じゃねえ。これ日向青くなったかな。女の子をあげちゃいけないって。見てみっか。お、下がるパラメーターがなかった。あ、まだでもまだ緑なんだ。へえ。あ、どこあげますかね。うん、精神。うん、じゃあスピード、ウェイ。なんかキックも上がった。ウェイ。これでセーブして、なんならこれ一番上にセーブしてもいいな。こっから分岐していくから、今んとこ京介とバツを上げてってるんで、よし、あとは9月残してって感じかな。うん、3時間、電車で3時間ってどこまで行ったんだろうね。うん、ビーチ、ハヤト先生かっこいい。納得。それでも誘ってくれる日向。日向もしかしてめちゃくちゃいいやつなんじゃないのか。あいつ嫌いってなんないのかな。はう、なっちゃん。キャプコム、なっちゃんかわいい。アメリカンスタイル。ヘッドで動けないよ。さて、これはどうなんだ。これでは臨界。
ペットヘッドで動けないように選択した場合、3人とかからホテルに戻るか広場で休むかという選択肢。広場に行くを選ぶと京子先生のホテル、あー、ホテルに戻ると秀夫隼人とのイベント、あ、そうなんだ。先生狙いのプレイヤーは3人の誘いを断る必要がある。そういうことですか。うん、女性の場合はロイ、京介、ロベルトたち、あ、そうなんだ、誘いに来るのね。うん、夜デート、夜デートイベント、何も持ってないを選ぶと愛情有効度が2アップする。お菓子を選ぶと愛情有効、なんかね、何も持ってないの方がいいんだよ。これなんでなんだろうね。今は乳首 NG ですからね、あのマリオさんですですら。ぐるぐるぐるドーン、まっすぐ右か。俺は罰を信じるぜ。おりゃー、うん、ホテル抜け出そうぜ。デートだよな。徹底的に日向に嫌われる必要がある。これで突発イベントに来るのかな、日向は。行こうぜ、ゆとり。何も持ってないにすると、ほら、あのね、そう、野生に帰れなくなるみたいな流れになるのかなと思った。お前があげるんかいって。ハグハグ。手伝ってあげる。いいやつ。いいですな。これマジ攻略チャートとかあるとね、楽でいいんですけどね。ほんの少し下がった。ブラブラしてみよう。頑張って日向をね、あの青くしたいんですけど。いや、でもこんぐらいなら大丈夫なのかな。本当はね、まんべんなくあげるといいんですけどね。女子で作れということなんですけどね。8月、うん、ひなたのとこ行くとあれだな、どっちみちあれだわ、ひなたプラス1かプラス2しかないな。うん、なんだこれ、エッチの教室に誰かいるので覗いてみると、エッチが鏡を見ている。
髪型を新しいものに変えたいらしい。何が似合うか。丸刈りリーゼントアフロ。リーゼントアフロエッジプラス2って書いてあるんだけど、あの丸刈りだけプラス2しか書いてない。誰がプラス2になるんだ。プラス2しか書いてない。よし、体育館行くと隼人先生がいる。ほんほんほん。なんかあのアイテムとかもらえないかな。もらえねえか。日向のとこはじゃあ行かないようにして、保健室、あ、保健室行くと、うん、雷蔵先生になんか漢方薬もらえるらしい。なるほどなるほど。よし、じゃあ保健室行くか。えい、学長殿、いい香りがする。消毒の匂いしかしないような気がするけどね。どうしよう。あれ、ベッドに寝る。え、ちょっと待って、8月の移動だよな。保健室、あ、いや、いいのか、この次の選択か。うん、このまんまだと京子先生と上がってしまいそうな。熱もあるようなんじゃ。どうしよう。ごめんなさい、仮病です。雷蔵はでも嘘見抜くからな。いや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 、多分ほぼほぼ見抜いてたんだけど、まあ万が一もあるかな。本当に気分悪かったんだ。優しいな。これでもらえるのか。なんかでもごめんなさいだな、これは。体力が上がった。すいませんっすね。これは学園祭か。あ、お札のやつあったな。そういえば3枚以上だっけ。はい、これ一応でも雷蔵からプラス1らしい。うん、有効とかでもね、仮病にするとね、なんかプラス3になるらしい。なるほどですよ。難しいな、このゲームの攻略。もっと同性、そう、同性チェックってやつがなかなかね。なんやねん、同性チェックって。いかんいかん。これどうしますかね。精神ちょっと上げますか。はいはい。オッケー。お、そのままですよ。うん、バレー部入れねえな、五輪の時は。えい。あ、16日、これか。これ大事みたいですよ。あ、19日のとこでよかったか。グラウンドにロイがいるらしい。ん、ショーマか。なんかロイかショーマって書いてあった気がする。教室に×って書いてあるんだけどな。でも、
あ、腕相撲の時か。グラウンドでは翔馬が草刈りをし、あーこれだな。で別のルートだとあれなんだ、ロイになるんだ。見てみますか。とりあえずこれが重要らしい。手伝う。背の低い男ってどう思う？俺は好きだぜ。ハート。その気はないって。うほ。これをなんか見るといいらしい。本当に？っていうのをね、なんか数少ない攻略サイトに、このショーマのイベントか、そうだから、その狙ってるキャラがいても、なんかとりあえず優先しろって書いてあった。罰言ってもよかったのかもしれんけど。どうしようかな。1個外しちゃった。9月か。まあ別にいいか。お、先生。これやってないにするとなんか上がるらしい。抽象的すぎんだよな。パンツ。順番なんだったっけな。せやな。いや、肝試しでしょ。右真ん中左とかだっけ。いや右なんもないんだっけ。バツでしょ。右よしよし。まっすぐ。キックカード。左は何もないんだっけ？まあいいや、行ってみよう。もう一回左。ああ、ダメだった。左はダメなのか。右真ん中。もう一回右かまっすぐか、じゃあ。3枚取んないといけないみたいですかね。あ、てかめんどくせえな、ちょっと待って。16日のデータもう一個あれか、作っちゃえばいいんだ。下の3マスで回しながらあれだな、セーブ作るか。じゃ、難しいっすな。2みたいになんかあんま何も考えないでやりたいんだが、これで OK だな。じゃあよし。
あ、終了でよかったか。ふぅ、じゃあここからなら京介とも並列できるだろう。あれなんだっけ、右真ん中だよな。右真ん中、真ん中右とかでやるか。やってない、やってないんすわ。サッカー部のイベント俺は苦手なんだ、あれ苦手なんだよな。やっぱり日向と行きたいな。これ固定なんだよね。お、よしよし。あれ変わってる。固定じゃないのか。最後右。あれ変わるのか。これはね、3つ以上取んないとな。そうか、変わる変わるんけ。しゃあねえな。何回隼人先生にやってないよ。いきなりミスるともうあれじゃね。よし、で真ん中、ここ難しいな。最後3分の1は、じゃあ左。おっしゃ、取れた、やったぜ。ふぅ、3枚です。これ運ゲーか。難しいな、ここ。難しいもクソもねえけど。さすがです、先生。やったぜ。めっちゃ上がった。中間試験ですわ。10月なんだろうな。何がいいっすかね。工業ちょっと、突発イベント、セーブだな。あやと先生、
でで、でで、で、もう結構です。これ行くしかねえだろ。あ、かっこいい。なんて気持ちのいい人なんだ。隼人先生はこうでなくちゃな。はい、うん。あ、京介の隼人同性になんか優しく、異性に厳しく。なんて書いてあったっけ。すげえこと書いてあったんだよな。どう、異性に冷たく同性に好かれる選択肢を選ぶ。面白すぎるだろ。罰はいないのかな。10月、あ、日向がいい。保健室、あ、日向、あ、でも日向あれだな、マイナスになる選択肢がないな。あ、いや、あるぞ。男の場合、日向マイナス1。女の子だから。よし、じゃあ行こう。保健室行くべ。日向を下げる。下げに行くってなんかやだな、でも。なるほど。ちゃんとあるんですね、そういうイベント。まあ、日向攻略の時はちゃんとするから。どうも、信行です。手伝ってやろうか。無理やり荷物を奪う。あ、どさどさ、気まずい。女の子だからさ、日向だからさ。なるほど、日向だからさにすると喜ばれるのか。これにすると好感度が下がるらしい。気に障ること言っちゃったかな。まあ、そういうタイプじゃねえよな。確かに。これ青くなんない、日向。青くなったべ、さすがに。嫌だな、女の子の好感度を下げるゲーム。罰はだいぶいい感じになってきたな。大悟、大悟圧あるな。大悟モブみたいな感じのとこに大悟合わねえな、マジで。行くぜ。自分が眩しいぜ。圧がありすぎて。エアバースとか。よーい、始め。はい。ダウン。ハッハッハッダウン。ハッハッダウン。ハッ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 ダウン。これだ、当てる、当てるだけ。が、なんで？やるの？やっぱダメだな、なんかやろうとすると。やるの？そこまで。ダメっすね、なんかやろうとすっとダメだわ、やっぱ。行くぜ。自分が眩しいぜ。ゴートガードされちゃうんだよな、中途半端に。吹っ飛ばされて受け身を取るな。ああ、なるほど。起き上がり攻撃か。はい。そのタイミングだ。後天起き上がり。ちゃんと詰めとかないとな。やべ、バドしちゃった。ハヤトの攻撃をまず食らわないといけない感じ。はい。ニュートラルだとそうなんだよな、ガードしちゃうからな。タイミングだ。そこめんどくさい。これだけか。
いや間違えた、先に押しちゃったボタン。そこまで。どうだろうな、まあ、C はねえと思うけど。行くぜ。自分が眩しいぜ。ガードして、ああ、カウンターか。よーい、始め。はい、やるの。はい、なんか前に出ちゃった。あれ、え、いかん。早すぎた。ダメだな、ひどかったな。そこまで。これ C かもしれん。行くぜ。自分が眩しいぜ。ふい。ああ、よーい、始め。アタックだよね、多分。はい、そのタイミングだ。やっぱ一緒か。よっしゃー、やるの。一発ボタンあってよかった。そこまで。技が変わった。行くぜ。自分が眩しいぜ。よーい、始め。お願いします。通常起き上がり攻撃。オッケーオッケー。完全燃焼だ。オッケー。やばそう。最後のは良かったんじゃない？どうだろう。A だといいな。B かな。B だよな。バブスス。良くなかったっすね。まあいいや、合格ならいいや。あざす。五輪祭。トゥルルルトゥルルトゥルルトゥルル。うん、キックの鬼。青になんないんだな。もう一個ぐらい下げたらなんか青になりそう感はあるけど、バランスがいいな、信行。なんか前の週よりバランスいい気がする。キック上げときますか。ちょっとおトイレ行ってきます。よし。ふぅ。蹴りいっとくか。うむ。突発。誰？誰なんだ。
信行バランスいいぞ。バランスのいい信行。あ、学長。あー、これか。わかり申した。これね、嘘ついちゃうやつね。ごめんごめん学長。罰の好感度がでも上がるんだよな、あれ。だいぶいい感じでしたね。うん。11月、日向マイナス1。あ、でも罰のやつがあるな。日向を下げるより罰行った方がいいよな。嫌だな、なんか本当に。日向結構好きだからな。アキラ、でもアキラ、ああそうか、アキラも下げないといけないってこと？う、悲しい。それはだいぶ悲しい。屋上に罰がいるらしい。この辺になってくるとイベント固定っぽいっすね。わかんねえのか。お前らな、加勢する。助立ちいたす。信行です。よかったよかった。うん、へへ、いい感じだで。五輪祭、この曲好き。日向とでもあれだね、うん、緑頑張って、あともう一個ぐらい下げられるといいんだけど。悲しいかな。ドラ一体何のゲーム、青春をするゲームじゃねえのか。この日がやってきた。予算、あ、サービス施設出たいんだけどな。一応これ見とくか。五輪祭はどうなんす？成功するとナッツのあれ上がっちゃうのかな。学園祭、クリスマス、五輪祭書いてないんだけど。あ、タイピー戦と一緒のとこに書いてあった。うん、良い結果だと。ああ、担当するキャラクターとの友好度が変化する。ああ、なるほど。京子先生が現れ、無茶をしないようにと約束を迫られる。約束すると京子の友好度が2上がる。拒めば友好度が1下がる代わりにパラメーターが上昇する。まあそれか、そっちをやれと。燃え尽きても構わねえ。なっちゃんと上がっちゃうから、いや俺サービスエース超やりたいんだけど。頑張って、ホムーラン競争。大丈夫っす、余裕っす。熱血バカだぜ。
なんかごめんやで。これちょっとごめんやでだな。ホームラン競争。よいしょ。うん。頭こないといいね、気が楽だね。あ、でもやべ、詰まったね今。打てないがないからまだいいか。打てないがあるからな、前作は。いいよな、これは。これを5発打てればな、なんだけどね。よしよしよし、ホームラン。行ってみやれ。お、もしよしよし。あと16か。チャンスは4回。あ、ダメそう。あ、ホームラン。あ、7。際どい。行ってみやれ。あ、どうだこれ。ホームラン。うわ、微妙だったよな今のな。よっしゃ、超えた。サービスエースやりてんで、俺。おお、いいね。よし。夏との有効度が上がってしまうからなって。どんだけ徹底すんだよ。なあ、徹底しなかったらな。前の週は終わったからな。これ、ショーマとの突発イベント起こりそうだな。やったー。ふう、クリスマス。これいいのかな、これいけそうな気がするんだよな。クリスマスイベント終わったら腹筋。おお、あれ、うん、いや別に嫌いじゃないよ。あ、そう。あ、そう、別にいいんじゃ。おお、うん、罰をもうちょっと上げてって感じか。上がりそうですけどね。あれだったらまあちょっとここに戻って、とりあえず罰の方に行けばいいのかな。日向に冷たくすんのなんかな。女の子に冷たくしたら余計さ、なんかさ、なんか評判悪くなりそうだけどね。まあいや、ちょっと飯みたいなんで、ちょっと一回終わります。